はい、ムームです。テオヤンセン展の内覧会へやってきました。砂浜の生命体ストランドビースト、一体どういったものなのでしょうか。それでは中の方へやってまいりました。入り口付近には初期のストランドビーストが展示されております。すごい、もう見る限り何か本当に生き物のような形をしてますよね。こちらは、プラスチックチューブでできているそうです。竹でできているのかなってちょっと遠目で思ったんですけど、ビニール、プラスチックのビニールで、プラスチックチューブか、はい、でできております。では中の方に行きます。さあ、こちらの方にも展示されております。初期の方は、ね、この辺とかになんかパイプとかがついてたんですけれど、やっぱりこう段階を踏むごとにだんだんと進化しているみたいで、こちらの方も羽が生えた何かこう動物のように見えますね。すごくとても大きいです。こちらご覧ください。巨大なストランドビーストですけれども、風を受けて、動く生命体、なんかこう団体さんがねこう並んで、で一斉の出てこう歩いていくような、そんな感じがしますね。すごい、あちらの方にね映像もあるんですけれども、すごく迫力満点ですね。こちらは日本初公開の作品になっております。すごく外観の色が可愛らしいですね。今まで見てきたものともう本当になんか進化しているっていう、ね、感じがします。大きな風、何ですか、この穂が特徴的だなというふうに思います。はい、こちらご覧ください。すごい巨大ですね。約全長12メートルあるそうです。巨大なこの顔の部分って言ったらいいんでしょうかね。カブトムシのようですね、なんかね。で、前にハンマーがついているのが特徴的なストランドビーストだそうです。はい、こちらではですね、リアニメーションスケジュールということで、時間ごとに作品を、動いている作品をご覧いただくことができます。はい、それではオルディスの操縦体験をやってみたいと思います。いきます。生まれも育ちも先週ということでね、押す引く言うたらもうだんじりで鍛えられておりますので、早速行ってみたいと思います。いやー、でもちょっと大きいんでね、押せるかな、頑張ります。こう持って行くぞ。そーりゃーそーりゃー、あ、そう、結構軽い。そーりゃーそーりゃー、結構いいですねこれね。いい動きをしております。おっと、なかなかこうカーブがこうちょっと 右向きな感じで、ちょっと、バランスが難しいですね。おー、いいですね。じゃあちょっと引いてみたいと思います。低い歌もね、だんじりですからね。そりゃそりゃ、あ、すごいすごい、もう見てください、片手で動かせるぐらい結構軽々ですね。このまた音がいいですね。あちらの方ではグッズも販売しております。実際に組み立ててこういった形で、こういう感じで、見て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 、こういう感じで、テオヤンセン展、実際に展示しているものを見るだけだと無機質なように見えるんですけど、これが一つこう風を受けて動き出すと、まるで本当に生きているかのように見えます。そういったのを踏まえると本当になんかね、ドキドキワクワク、親子でも楽しめるような、そんな展覧会じゃないかな、展示会じゃないかなと思いました。いや、本当に生きてるような動きをするので、そういったリアニメーションもぜひご覧いただけたらと思います。楽しかったです。